はい、こんにちは、ちせちゃです。今回はお知らせ動画です。お題目はこちら。まずは1つ目、ライブお休みの告知ですが、11月10日土曜日はライブをお休みとさせていただきます。理由としましては、女友達とポケモン GO のコミュニティデーをし、その後ポケモンカードの撮影をするからです。ちなみに今日もお家にダイスチャンネルのダイスちゃんが今まさにいます。しかし今日はライブはいたします。またこれとは別で、11月の16日から18日まではライブをお休みさせていただきます。理由としまして、動画強化の3日祭の話も入ってくるんですが、11月16日に新作のポケモンが発売されるからです。ピカチュウバージョンのリメイク的な位置づけなんですけど、その日歴戦王ゼノジーバも来るので、モンハン動画も出したいんですよね。なので11月16日から18日、この間は動画を1日2本投稿する代わりにライブはお休みとさせていただきます。ポケモンはリアルのモンスターボールを使ってポケモンを捕まえるので、手元動画もくっつけて出す予定です。ぜひ見てください。19日以降は平常運転で1日1本の予定です。ちょっと本数的に多いですが、楽しんでやっていきたいなと思いますので、ぜひご視聴のほどよろしくお願いします。そして最後に、11月30日に顔出しライブとニコニコ会員限定酒飲み枠させていただきます。毎月月末恒例の誰得雑談中心ライブで、内容はまだ未定です。顔出しライブは誰でも無料で見ることができます。また顔出しライブの時は皆さんと交流を中心でいきたいと思ってますんで、スーパーチャットは打てなくしてます。その後、これも毎月恒例ですが、ニコニコのユーザーチャンネル会員限定酒飲みライブをやらせていただきます。こちらは特に面白いことはしませんが、石油王の方はチップ感覚でご視聴お願いします。ということで今回はお知らせでした。最後までご視聴誠にありがとうございます。ポケモンが発売されてもモンスターハンターワールドは続けていきますので、ぜひよろしくお願いします。またねー。